な、じいさん。この辺にジャンカーマーケットってある？この辺というわけではないが、少し足を伸ばせばルジバ戦艦が刺さった山のふもとにそれなりの規模のものがあるぞ。やった、すぐ行こう。なんでお前が一番張り切ってんだよ。メカニックにとっちゃジャンカーマーケットは宝の山だもん。宝探しだよ。ワクワクするでしょ。するちょっとだけだけどな。じゃあ決まり、早速出発。お前が仕切んな。ルジバ戦艦の場所を聞き忘れたな。それなら聞かなくてもわかる。ほら、向こうを見てみろ。うわ、でっけえ。なんだよあれ。ルジバ戦艦ですよ。王子は注意力とお勉強が足りませんな。サタン様にご報告せねば。やめろよ、父上に告げ口したら絶好だからな。ランドを全部
ありがとうございました。ほった。それにしても、ルジバ戦艦って本当に大きいね。近くで見るとさらにすごいぞ。全体が見渡せないほどだ。いいね。ジャンクパーツがたくさんありそう。ゲームもあるかな。どうだろうな。何せ戦艦だ。遊び道具はないかもしれん。チェ、つまんねえな。ジャンクパーツは発掘と売買を生業にする者たちだ。荒くれ者が多いから揉め事を起こさんでくれよ。へえ、荒くれ者ね。あ、王子、今ちょっと楽しみだと思ったでしょう。楽しかったぞ。岩山の間を通るときは迷わないようにだ。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。迷いそうになったら地図で確認だね。お、行くぞ。
射。どんな状況でも冷静さは必要だ。冷静であれば強敵にでも勝機を見出せる。俺はいつだって落ち着いてるぜ。なんたって悪魔の王子だからな。道に迷った時は地図を見ると良いですぞ。自分たちの現在地と目的地を確認することは大事だね。ああ、道を間違えると戻るの面倒くさいからな。敵と出会った時は逃げるのも一つの戦略だぞ。はい。俺にかなうやつなんているもんか。かもしれんが、万が一に備えて覚えておくといい。わかったよ、覚えとく。広い道を進んでいると行商人に会えるだろう。彼らはサンドランド中を旅しながら行商で生活している。いいぞ。俺たちと同じように旅してるのか。見かけたら話しかけてみるかな。おっさんって変わり者だよな。他人のために水源を探すなんてさ。よし、一丁上がり。おっさんって変わり者だよな。他人のために水源を探すなんてさ。そんな綺麗事じゃない。助け合わなければ生きていけないだけだ。そんなもんか。
魔物の里を出るとき許可をもらっていたが、里を出るのは禁止されているのかね。そういうわけじゃないさ。俺たちの前にも旅に出たやつはいるぜ。伝説の漫画を探しに行ったものや、究極のゲームを探しに行ったもの、遊ぶもの探しばっかり。旅を続けてればどこかで会えるかもな。しかしマーケットができるほどジャンカーが集まっているなら、めぼしいものはもうすっかり発掘されてしまっているのではないか。もしそうなら、ジャンプメカのコアフレームは高値で取引されてるだろうね。そりゃ厳しいな。発掘されていないことを祈ろう。楽しかったぞ。おっさんは旅慣れてるのか？それなりだ。若い頃は何度か旅をした。大変な旅もあった？こんな世界だからな。どの旅も大変だったさ。食べられる植物と食べられない植物があるんだ。消化できるかどうかが大きい。あとは有毒かどうかという問題もある。
が弱いんじゃな。魔物は腹が強くて何でも食べられるんだな。さすがだ。そんなわけないじゃん。そうか。ほっ。よっ。よっしゃ。人の往来の多い地域だったが、今ではすっかり寂れてしまったな。整備されていた道はなくなり、代わりに危険な生物が増えた。人間が減るのも考えものじゃな。水が…へぇ、やっぱりすげえでけえな。こんなものがたった50年前には空を飛んでいたんだ。今はこのような技術は滅んでしまった。もったいないね。飛んでるとこを見てみたかったな。あ、遺跡だぞ。もしかして大発見？これだけ目立つ場所ならすでに誰かに見つかってますよ。なんだよつまんねえの。あ、でもさ、中のお宝を見つけるのは俺が一番かもしれねえぞ。なあおっさん。お宝があればそうかもしれんな。微妙な言い方だな。まあいいや、いつか大発見してやれ。やれやれ、勉強にもこれぐらい熱を入れてくれれば。遺跡探索ってなんかこうワクワクするよな。王子、注意して進んでくだされよ。何が飛び出すか分かりませんからね。何が飛び出そうがボッコボコにしてやるさ。崩れて生き埋めは嫌だから暴れすぎないでよ。以前は人の往来の多い地域だったが、今ではすっかり寂れてしまったな。整備されていた道はなくなり、代わりに危険な生物が増えた。人間が減るのも考えものじゃな。水が戻ったらまた増えるんじゃね。随分戦い慣れているのだな。当然だ。
悪ってのは強いもんだろ。そういうものなの？もっと強くなって、もっと悪になってやるぜ。よし、一丁上がり。この辺りはどういう地域なんじゃ？いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か。なかなか厄介そうじゃな。その通りだ。気を抜かずに進もう。岩山の間を通るときは迷わないようにな。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。迷いそうになったら地図で確認だね。おう。戦闘の時何を考えている？とにかくぶっ飛ばすことかな。それも悪くないが、敵との相性を見極めて適切な戦い方を選ぶとなおいいぞ。常に有利な状況で戦えば、おのずと負けにくくもなる。王子、サンドランドには小さな洞窟がたくさんありましてな。中には使えるものが残されていたりするのです。そうなのか。見つけたら入ってみようかな。ほっと、ほっしゃ。岩場など狭い場所での戦闘は死角に注意した方がいい。不意をつかれると戦況が不利になってしまうぞ。確かにそれで負けるのは気に食わないもんな。気をつけよ。どんな状況でも冷静さは必要だ。冷静であれば強敵にでも勝機を見出せる。俺はいつだって落ち着いてるぜ。なんたって悪魔の王子だからな。
は旅慣れてるのか。それなりだ。若い頃は何度か旅をした。へえ、大変な旅もあった。こんな世界だからな、どの旅も大変だったさ。いや、サンドランドには村や町がいくつもある。見かけたら訪れてみるといい。俺たち魔物がいるとビビっちまうんじゃないか。全ての人間がそうではあるまい。中には友好的なものもいるだろう。ビビられた方が魔物的にはいいんだけどな。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。わあ、お宝がいっぱい。ねえ、ちょっとだけ寄り道していい？構わんが、迷子になるなよ。どうも。
がとうございました。うん。いや。いいね。いや。いや。なんだ。なんだ。魔物の里を出るとき許可をもらっていたが、里を出るのは禁止されているのかね。そういうわけじゃないさ。俺たちの前にも旅に出たやつはいるぜ。伝説の漫画を探しに行ったものや、究極のゲームを探しに行ったもの。遊ぶもの探しばっかり。旅を続けてればどこかで会えるかもな。地面にタイヤの跡があるだろう。前にここを走った者たちの足跡だ。跡をたどれば村や町に続いていたりする。踏み固められた分、車もわずかに速度が上がる。
砂漠の夜はかなり寒い。防寒の備えも怠らないことだ。空気中の水蒸気が少ないと太陽の熱を閉じ込めてくれないんだよね。俺たち魔物は多少なら大丈夫さ。人間こそ弱いんだから気をつけろよ。確かにより危ないのは人間の方か。十分気をつけよう。たまには装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。メカのパーツとかは腐らせるのもったいないよ。わかった、そのうち見てみるよ。もし敵に突然襲われたら慌てず距離を取るといい。そしてそのまま逃げて。迂闊に逃げると背後を狙われる。状況を冷静に見極めるんだ。そういうの苦手だ。叶わない敵と出会った時は逃げるのも一つの戦略だぞ。へ、俺に叶うやつなんているもんか。かもしれんが、万が一に備えて覚えておくといい。わかったよ、覚えとく。それにしても暑いな。王子たちは平気なのか？まあこのくらいの暑さならな。それに寒いよりはいいじゃん。わしも寒いよりは暑い方がマシですな。魔物はみんな暑さに強いものなのか？そうでもないさ。スライムなんか暑さで干からびちゃったし。